皆さん、こんにちは。いつものお茶、て元酒の動画を提供する、毎度おなじみ、雄大コープ、代表取締役社長の三浦雄大と申します。今日はですね、いつも時事系のニュースをしゃべってみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。あのですね、去年ですね、あの菅総理のステージ会食をした話をしたと思うんですけれどもですね、あの8人で、ね、なんか、あの自粛要請を出たにもかかわらずですね、なんか、あの、何 菅総理だって、なんか二階幹事長がなんか人材ステーキを食べて話をしたと思うんですけれどもですね、今日はですね、それよりもひどいことをなんかした、まあ有名人がちょっとい、この中においてですよ、した話をしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。えーと、それはですね、誰かと言いますので、この方でございます。はい。この方。はい。そうです。あの、デヴィ夫人でございます。あの、あの あの元のインドネシアのスカルノ大統領の夫人のデヴィ夫人でしたっけはい。まあ、なんかちょこちょこテレビ出てるんですけれどもですね、はい。なんですね、この方がですね、あの、この前のあの12月31日ですね、大晦日ですね、あの、ホテルを貸し切ってですね、あの、90人ごろですね、なんかあの、カウントダウンパーティーをしたんですね、はい。カウントダウンパーティー、はい。で その90人のなんかを呼んでやったということで,ですね、これがですねあの、いろんな方面からいろいろなんか避難を見てるわけでございますよ。はい、で、まあ僕でこれがやったところはですね、あの東京のウェスティンホテル、ウェスティンホテル東京ってあの恵比寿にあるホテルかな、はい。そこでなんか開かれまして、ちょその あのデヴィ夫人の,その友人とかその関係者だってその本当に親しいやつらを集めてダンスパーティーやったんですよやっぱり。はい。ダンスパーティー。はい。で、まあ僕もそのですね、あの今見たんですって、まあひどいなと思いました本当にですね。はい。で、一応その、なんか写真外級はあるんですけれどもですね、 あー今ちょっと出てこないかなあのなんかその一応その出,出世者もですねあのなんかあの今日マスクしたんですよ本人はですねなんかあのあれ、ね、マスクしてなかったんですよなんかそのあこれだあこれこれ,これあちょうどこれがいいやこれこれこれがちょうどそうなんですなんかこれこよく見たあのね手繋いでるんですよであのちょっと っとこれ、誰がどう見ても引くんす、やっぱりですね、弾いてですね。で、手をなんかさアクションとかも今ま,まずいわけなんですよ。まあ普通、まあ常識的に考えてるんですよ。で。で、まああの、一応デヴィ夫人はなんかこう言ってるんですよね、ほんとに。まあこれ聞いたときはですね、ちょっとまあ、はまあ一応言いましょうほんの。で、えっ、ー、と、一応なんかあの取材に一応この後応じましてですね、あの、 ちょっと待ってくださいこう言ってんですよ、なんかあの一応私は大あのパーティーをなんかですね、やってんですけれどもですね、あのえー、と私たちの友人がざっと上ば行かないですってお車の方が多く、電車バスも乗れずに、居酒屋にも行かない方ばかり、感染者させない合言葉を気をつけてるばかりですとかって言ってるんですよね、はい。で、一応感染対策を意識している人がばっかり参加してます。 って,言ってでまああとはこの一言がねひどいんすよ本当に「私は火星系って言てたから大丈夫?」ってなんかトースポートースポーさんに言ってるんですけどもですねこれ聞いたんちはさ「はあ?」と思いましたよほんとになちょっとねこの人頭大丈夫なんて本当思っちゃったってつよ本当ひ ほん,いやほんと、芸能人とか、もそれ以前でしょ、これ、ほんと、俺からすれば。よくこんなことさ、いや、パーティーするのもダメだけどさ、こういう開き直る精神がちょっと僕はですね、おかしいっていうか、も人間的にもちょっとありえないと僕は思いました、ね、やっぱりですね、はい。まあ確かに、あの、若者もその、今、今、この中で今、なんかあの、忘年会やって、クラスターやって、なんかなっちゃって、まあ、それもそれもダメなんですけれども、 普通その90年もやってその避難するのは当たり前で開き直ってですね、その、で、私、血液回社が大丈夫とかって言ってさ、もう絶対さ、あの、あ多分おかしい、も、まあ、多分地方入ってんじゃないかと、ほんと思いましたね、やっぱりですね。よくこんなこと言えるよね。ある意味、コロナよりもこの,この人の精神が怖いなと、考えが怖いなと思ったですね、はい。で、まあ、一応その、 まあもちろん、このデヴィ夫人もひどいんですけれどもね、これ参加する人もですも,もうおかしいだと思いますね、こんな5人で。この日がね、ちょうどあの12月31日ですね、あの東京都の感染が1337人ってですね、あの出てるんですよで。で、それで初めてと4キロ達したんです。で、これが <laughs> 知らないはずはないと思うんですよ。やっぱり皆さん、多分この参加者は多分携帯、あの、スマホを持っていますし、絶対あの、 いや、でもニュースとか多分見てるはずなんで、それでも分かんなかったかな。せめてでもドタちゃん、ドタちゃんでもすりゃ良かったんじゃないかと僕は思います、やっぱり。なんですけれどもですね、これでも参加しちゃったって。まあ、やっぱりその参加者も参加者で、ほん相当アホだと僕は思います、やっぱり。あの 悪口言うつもりじゃないんですけれどもなんか参加者もですね今日ちらっと見たんですけども何かあちらかに怪しそうな仕事ばっかやなんですよなんかどっかのエステサロンをなんか経営わたった20歳ちょっとにもかかわらずなんかエステサロンを経営してるやつだとかもですね本当に普段から絶対怪しいことしてるなやつばっかりなんですよなんかちらっと見たんですけどあのなんか SNS とか,なんかそのネットとかで見たんですけれどもですね普通さ怖くないのかなと僕思うんですよあので 一応あの僕もであの一応あのパーティーとかも大好きで一応最後で言ったのはこの前にミス、まあ、あの動画でも流したと思うんですけどあのミスユニバーシティの時のあの埼玉県の熊谷で行ったあのパーティー一応あれも一応ですね一応あの一応確かに同じような環境でやったんですけど僕はあのちゃんとその動画でも紹介した通りあのマスクフェイスずっとしてましたねやっぱりで一応して で一応そのマスクはフェイスジールずっと消毒液を持ってあのクレベリンを持ってやったりとかしてですね対策を取ったんですよでやはりその握手はちょっとですねさすがに怖いなとかさすがにしなかったんですよけれどもですねあのダンスパーティーとか手繋ぐだけでもちょっとあれ接触感染のリスクはあるんですよよくできるなと思いいましたね、はいで 一応その、意識の高い人がですね、参加してますとか言ってるけどして、あの、感染対策はちゃんと、本当に気をつけてるんで、こんなパーティー行かないと思うんですよね、やっぱり。イコールさ、反対からも感染リスク低いなって僕は捉えますね、やっぱり。はい。そんな感じなんですけれどもですね、はい。で、あとは何だ、他にも言いたいことがあった気がしたんだ。まあ今日芸能人もなんか、薬丸さんもなぜ中止の判断できなかったのかあと、フットボーの岩尾さんもですね、 やっぱり病床はどうのこうのってみんな言ってるんですよねやっぱりですね。で一応そのこじやっぱ上司やっぱ外れてるなーってやっぱ思うんですけれどもですに。であのですねいやこれでもしもですよ、ね、まだわかんないもしこれ感染者出たら本当と言ってほ大バカですよ本当に。ええ 真ん中デビィ夫人も結構パーティーとかしてたんですよ。てか去年のなんか10月ぐらいかちょ,ょうちょなんかやってんですよね。ほんと大丈夫かなと思ったんですけど、ね、これでもしもですよ。今後なん,かなんかここなんか春とかでまたパーティーやると思うんですけどす、ね、絶対これで、ね、もしもこの後なんか感染したらですねほんと。だからもう80だったかな80だったと思うんですけどす、ね、あのデビュー人。あれなんか。 相当感染症となりますよ多分あのだから高齢者は結構重症率今高いですから若者、まあ、が言うにも僕が言うのも何なんですけれどもですねはいで一回そのあとはそのデヴィ夫人は一応僕一回実はですねあの僕会ったことあるんでしゃべったことあるんですよで、ね、今日結構ミスコンとかにも結構この人ってよくで,、ね、で出るんですよやっぱりそのなんか審査員としてでそもそもなんでその その審査員にそのデビューを呼ぶのかってちょっと俺もちょっと自分に思ってたんですけど一、ね、回喋ったことなんか写真撮って何かあの挨拶で軽くしてなんかで「写真いいですか?」って言って「ダメ」とかって言っててすんげえ感じ悪いババアだなと思っちゃったんですけどですね本当にねいやそこまでんか心配ないって言うんでしただ、ね、よじゃあその代わりさかかったら絶対病院行くなって俺本当とほと思いますやっぱりですね。 多分医療従事者も今あのコロナで今一生懸命戦っていると思うんですけどですね、あの、もしもですよ、あのデヴィ夫人がですね、まあ、まあ、仮にそのかかったと、まあ、か、どこか,か,か都内の病院にもし、もしもですよ、いくらのことかと僕はあの、断っていいんじゃねえかと僕思いますやっぱりそんな。芸能人とかで特別扱いすることは絶対許されないと僕は思ってます、やっぱり。医療従事者もですね、 ダメとかね、やっぱはっきり言うべきだとやっぱ思いますね、やっぱり。はい。そんな感じだと思います。はい。で、あの、まだ、昨日、1月の、昨日からの緊急事態宣言が出たと思うんですけどですね、今んとこその、パーティーは今のところちょっとやめようかなと思いますね。で、ミスコンなんですけれどもですね、まあ今日、後日ちょっと、まあ、出まあ、別に出すんですけれどもですね、あの、まあ、ミスコンは今んのとこその感染者出てないんでですね、一応。 見るだけだった応今日感染リスクは僕は低いと思うので、まあ、それはちょっと今度詳しくあのホワイトボードを使って説明するんですけれどもです、ねはい、一応、まあ、本当に本当に慎重に気をつけながらですね、まああのあの手ぶま、もちろんマスク着用、フェイスシール持参でちょっとね、やることをい、まあ、きたいとちょっと考えてます。ちょっとパーティーはちょっと,さちょっと怖くてちょっと、ダチちはちょっと。 しばらくはできないかなとちょっと思うんで、まあ、もうちょっと収まったらちょっとやろうかと思うんで、今ちょっと東京都もなんか4チー出てるんでですね、ちょっと控,控えようかなとはちょっと思いますね。まあちょっと少人数では飲むかもしれないんですけはい、そんな感じでございます。はい。雄大コープの三浦雄大とご視聴誠にありがとうございます。まあ何かしら来れたと思います。はい。